はい、どうもライクと申します。というわけで今回はねってやっていくんですが、まあ、ちょっとね今回アカウントなんかおかしくないですか。うん、まあ、レベル573コナミだし、もうチームランク SS104,800 でわけわかんないスピリッツだし、はい、というわけで、まあ、今回の動画はね特別なアカウントを手に入れたので、それを大公開していこうと思います。まあ、ざっくり言うとね、もうほぼ何でも選手ゲットできました。もう何でも選手使えるようなねスーパーアカウントなんでね、まあ、その辺を紹介してね、まあ、やっていこうかと思います。まあ、こんな感じでね自分が持ってない選手早速います。まあね実際に中身見てみるとねこんな感じっすね。もうソフトバンクから始まってね、まあ、今回のアカウントにはほぼ全員の S ランクが入っています。まあ、何がね入っているかっていうと、まず現役選手のシリーズ1とシリーズ2、あとセレクション、まあ、各球団2人だったかな。うん、あとそれに加えまして覚醒も入っていますね。というわけでもう現役選手だったら何でも使い放題みたいな感じだね。うん、そんなアカウントになっております。まあ今更なんですが、なんでこのアカウントゲットしたんだと、まあそれはね理由を言いますと、まあ今回ね私ね、まあ、千葉ロッテマリーンズをねプロとしてねスピリーグに出るということから、まあ練習用としてまあ全員の選手が使えるアカウントを今回いただいたって感じですね。まあだとしてもセリーグを使えるのはなかなか太っ腹だけどね。はい、というわけで適当にオーダー組んでいました。まあ、今回ね8周年ということでいろんな選手のね固有が追加されたんですが、まあそれ全員使えるんでこのアカウントもう全員固有見れます。まあとりあえずねざっくり選んだドリームチーム紹介していきましょう。まずはキャッチャー坂倉さん。まあね今現役最強キャッチャー坂倉さんだと思うんですが、まあ、実際全員のキャッチャーでも坂倉さんが最強かな。まあ、エキサイティングが一番強いけどね。で次がファースト大山さん。これはねもちろんね私自身ね大山さんをね使ったことがないんで、まあ、シンプルに使ってみたいって感じかな。まあ、広角アーチャーしね、セレクションかっこいいっすよね。いいですねーって感じやね。で次がセカンドが浅村さん。まあねセカンドはねバランス考えたら今シリーズは浅村さんが一番強いかな。浅村さんはね新固有ついていますんで今回の8周年でね、まあそれも楽しみになってくるって感じですかね。なかなか強そうでございます。でサードは岡本さん。これねシリーズ2この前出たんでそのまま使えます。岡本さんもね、まあやっぱりね現役サードは岡本さんで決まりでしょう。固有もついたかな。で次坂本さん。まあ、ショートもね坂本さんで決まりなんですが、サードが今回使えるシリーズやね。でレフトがギータ。ギータもねフォーム変わったらしいですね。まあこれねもうちょっと強いギータがね過去には出てるんですが今回はしょうがない。次センターコンケン。まあコンケンはね守備いいんでね、まあ、センターでなんとなく使ってます。シリーズ2なんでねパワー上がってますね。でライトがサンタナ。いやーこのサンタナの写真もいいね。広角ラインドライブなんでね、強そうですわ。で最後 DH 村上さん。これ三冠王査定ですね。私がねシリーズ1で一番欲しい選手って言ったらね、まあ、村上さんかもしれないかね。でピッチャー、まあ、ピッチャーはマジで適当に選んだんで、まあ、そんなにこだわりないですね。はい、というわけで早速ねこのドリームチームでねリアタイの方やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速やっていきましょう。いやねリボンとか持ってないかなんかめっちゃ違和感ありますがね、やっていきましょう。まあ地味にねこのアカウントね現役選手何でも使えるってことは、まあおそらくねアニバもそのうち追加されるんじゃないかなと思いますね。アニバの使ってみたらこれで全部できるじゃん。いやーうまい。いやナイス。まあしれっとこれギータもね新しい固有フォーになってましたね。まあフォロースルー変わってないんで意外とそんな大きくは変わんないかな。なんかちょっとキモかったなタイミング。あー待ってミスった。はい、というわけでやってきましたよ大山さん。いや大山さんマジで使ったことないからね。いやこのアカウントマジで熱すぎるわ。大山さん使う日が来るとは思わんかった。うわー気持ちいい。いやマジで熱いぞこれ。いやマジで現役選手使い放題熱。しかもこういうフォームですね。あ村上はしれっと雰囲気違う。あ村上なんかちょっと縮こまってんな。いやなんかちょっと違和感あるけど多分こっちの方がねリアルなんだろうね。あー待って、あー村上パワーな。おあおおお固有フォームの力か。
はい。まあ坂倉さんはね、まあちょっとね見慣れたもんかね。サンタナもちゃんと固有になっとるね。うお、おお、いいね。いやけどこれ フォローするこれエルドレッドと同じやね。で次は ASMR。 うわー、キモ打ち方変わってんな。これいい意味ね。ちなみに今のキモはいい意味だけど、うわーなんか全然違うな。もっと懐広いイメージあったけど、これどうなんだろう。お、あー OK、 ナイス。大山、あ、気持ちいい。待って、大山めっちゃ欲しくなってきたいやこれ逆に策略にはまってしまうんじゃないか。ちょ、課金したくなるな。まあしないけど。三冠王、三冠王、三冠王。おお、いやいいね。よいしょ、よーし、オッケー。強制決めていく。はい、というわけで2試合目やっていきます。いや、せっかくなんでね、オーダー丸ごと変えてきましたね。うん、まあ私自身ね、最近のオーダーね、 OB だらけのねチームおっさんなんで、まあそもそも現役選手あんま使わんのと、あとね、さっき使った選手以外でチーム組んでね、まあほぼ初仕様に近い選手ばっかかな。うん、佐野さんとかね、まあ持ってるけど育ててないもんね。おい、完璧な流し打ち。そいでバッターが次セレクションのおかわりやね。まあおかわりはね、まあ昔使ってたことはあるけど、まあ広角のおかわりまず持ってなかったし、いやーもうマジおかわり久々にね、なかなかテンション上がってますね。はい、あ、ファウルか。これはレフト前に落ちていく。で次はね3番、うん、とにかく明るい清宮ですね。うん、まあとにかく明るいっていうのは自分が勝手に適当につけたんですけども、まあこれアーティストになりましたからね、まあしようかどうでしょうと。おお、これ超えるっしょ。よーし、オッケー、ナイス。まあやっぱね、アーティストになるとね、まあ能力そんな高くなくてもいけるね。で4番がね、まあ何かとねお騒がせな。あーっと、待って、打ち方変わっている。これこういうフォームついてるんじゃないか。いやこれ前と違うよな、絶対な。おお、あ、なるほどなるほどなるほど。いやーけどね、やっぱね、こういうフォーム全員使えるのマジで熱いな。ほんとね、なんかいろんな選手使えるんでね、もうチーム無限に作れるね。もう全員純正作れるし完璧やね。おお、これは、あー、さすがですわ。うん、はい、続いて丸さんですね。うん、こういうフォーム新しくなったよね。ああ、あ、バツヨシヒロ、トングユーマー、あ、お前汎用やんけ。はい、続いてはね、まあ、松郷ですね。松郷もね、なんだかんだね使ったことはない。まあラインドライブだしね、結構強そうではあるけれども。おお、あ、ファールか。いやー本当にね、まだまだ使ってみたい選手多くいますね。お、これ超えるんちゃう。いやー、まい、おい、まだ対談したくない打法かな。まあさっきからね、まあ、バッティングの方で結構盛り上がっていますが、まあ、ピッチャーも現役ならば当然ね全員使えるわけなんで、うん、ピッチャーの方もねなかなか注目度高いですね。まあ、先発藤井光也なんですが、あ、これ落ちる。あ、まあ OKOK、まあ、いろんなピッチャー使っていきましょうかね、せっかくなんでね。うぇー、よーし、OK。で次ね、まあ、丸さんなんですが、まあ、ここねピッチャー変えちゃいましょう。うん、セレクションのライデル行こうかな。まあ実は持ってるんだけどね、めんどくて育成してなかったからちょうどいいわ。まあこれほんとね、まあ現役選手で実際に獲得する価値があるかどうか、そこら辺もね見れるんで、いやマジ神アカウントよな。 OK、 まあしれっと打ち取っていくと、シャイ OK。 まあこのアカウントにやってほしいことだったらね、ぜひリクエストの方をお願いします。